大門三岸君。大門です。日本銀行に質問をいたします。この7年間ですね、黒田総裁には厳しいことばかり申し上げてまいりまして、一度たりとも評価したことはないんじゃないかと思いますが、今回初めてですね、ちょっとだけ見直したといいますか、先ほど大塚さんからあった資料を配っておりますけれども、日銀の中小企業支援策で、ございます。で、日銀による中小企業地域金融機関の支援スキームでございまして、なかなか今までいない踏み込んだ大変現場には喜ばれるですね、支援を打ち出されたというふうに思います。この資料で言いますと、真ん中の段ですね、これまだ十分ご存じない方いらっしゃると思うんで、簡潔に説明をお願いできますか。日本銀行黒田総裁。今回の金融政策決定会合では、3月に導入しました企業金融支援の特別オペについて、3つの拡充措置を講じることといたしました。これは金融機関が企業を中心に幅広く民間部門に対する金融仲介機能を一層発揮することをしっかりと支援することが目的であります。具体的には第一に、対象担保範囲を家計債務にかかるものを含め、民間債務全般に拡大いたしました。第二に、対象先を中小企業向け貸し出しの割合が高い、いわゆる系統会員金融機関などに拡大をいたしました。そして第三に、特別オペの利用を促進する観点から、金融機関に有利な条件で資金供給を行うことといたしました。すなわち、貸付金利を 0% としているほか、本オペの利用残高に相当する当座預金にプラス 0.1% 不利することといたしました。また、先ほどもちょっと申し上げましたが、今後さらに中小企業等の資金繰りを支援するために、政府の緊急経済対策における資金繰り支援制度も踏まえた新たな資金供給手段を早急に検討するということも決めました。大門三岸君。本当、私はすごいなと思いますね。やっぱり信用組合、農協、そういうところにも日本銀行が手を差し伸べるということと、この表でいうと、丸2のですね、このオペで当座残高増えたと、それに対して 0.1、 こちらからね、利息をつけるというわけですから、これ大変地域金融機関がですね、中小企業を支援するときに大変な応援策になるんではないかというふうに思います。ちょっと具体的にお聞きしたいのはですね、このスキームの中で4月27日金融緩和の強化についてという日銀の文書が出されましたが、その中に別紙というのがございましてね、別紙があって、その中にこの新たな資金供給手段の骨子というで括弧1となっていて、資金供給を受けられる金額というのがございます。資金供給を受けられる金額と、これは対象先の金融機関が政府の緊急経済対策ですね、この間の、無利子融資とかいろんなものありますね、それを利用して、貸し出しを行うとですね、その状況を踏まえて算出した金額ということですね、日銀が資金供給する金額についてはそういうことだということと、対象とする貸し出しの範囲などについては今後検討するというふうになっております。で、先ほどもちょっと大塚さんの時に少しやり取りあったと思うんですが、具体的に言いますと、今政府が今回打ち出されている、資金繰りのいろんな対策ありますよね、それに見合う金額とか、それを見て対象の範囲を決めるということかなというふうに思うんですが、これはどういうことを指しているんでしょうか。黒田総裁。これは先ほど来申し上げましたとおり、今回の政府の緊急経済対策における
保証料、利子減免制度などを利用して、中小企業などには個人事業主も入ると思われますけれども、それはあくまでもその保証制度、あるいはその保証料、利子を減免するという制度を新たに政府が作られるわけですから、それに合わせてやっていくということになると思います。ただ、具体的にですね、どういう形にこうなっていくのか、そこがはっきりしないと、こちらも制度をその実施できませんので、早急にですね、関係省庁と詰めて、先ほど申し上げたように、6月中旬の金融政策決定会合を待つことなくですね、臨時の会合でもやってですね、早急に始めたいというふうに思っております。大門美樹君。例えば今無利子融資の場合は利子補給を国がやるということになってますよね。でそれ以外で日本銀行が支援をしていくということで言えば、例えば今地域金融機関なんかにお話を聞きますとね、公庫だけじゃなくて地域金融機関も、無利子で貸して、で5年間返済をね、据え置きをやってくれとなってますよね。ただこの民間の場合、この5年据え置くということの負担とかですね、あるわけですね、発生するわけですね、負担、5年間返さなくていいよということは、そういうことにもこの日銀がこのスキームで支援して行ってあげればですね、大変そういうところは手の届かないところが日銀によってフォローされるのかなというふうに思ったりするんですが、そういうことにもこれから検討かも分かりませんが、使っていける方向になるんではないかと思うんですが、いかがでしょうか。黒田総裁。先ほど来申し上げてもおりますように、緊急経済対策における信用保証付き融資の保証料利子減免制度、これを利用して行う貸し出しに対してバックファイナンスをすると、しかもその際には、日銀からの貸し出しの金利はゼロにするだけでなくですね、相当する金額について、当座預金へ、プラス 0.1% 付与するということを、ここまでは政策委員会で議論したわけですけれども、その政府が行われる信用保証付き融資の保証料利子減免制度の中身をですね、それからその対象とかですね、その他即分するところによると保証協会とか地方とかいろんなところをインボルブするようですので、それを私どもきちっと把握してですね、現実的に素早くできるようにですね、していきたいというふうに思っております。大門美樹君。先ほど大塚さんからもあったんですけど、このオペがですね、対象となる担保の範囲を民間債務全般、具体的には住宅ローン等も含めて、ということに拡大した、そもそもまずその拡大した意味なんですけど、なぜ拡大されたんでしょうか。黒田総裁。従来の3月に作ったこの新型コロナウイルス対応の資金繰りの特別オペっていうのは、銀行金融機関の対企業債務で担保に入れられるものが確か 7,8 兆円ぐらいだと思ってたんですけども、今回ですね、住宅ローン信託とかその他の債権も入れますとですね、確か二十数兆ぐらいになるんで、すでに3月に作ったもので 4,5 兆円も使われてるんですけども、その対象範囲を広げて、特にその対家計債務も担保に入れて、こちらから 0.1% 付与をつけるということにしたわけでございます。大門美樹君。私は最初これ見させてもらったときに、要するに民間の金融機関が持っている債権全体をね、担保にしてあげれば、それだけいろいろ自由にという、ボリュームの問題かと思ったんですけど、先ほど大塚さんの質疑を聞いていて、例えばですけれど、個人の住宅ローンをですね、今後この推移によっては国がですね、例えばですよ、
個人の住宅ローンの減免制度を国が打ち出すというときに、日銀がですね、その国の制度に合わせて、このスキームで、個人の住宅ローンの減免なんかも支援するということにも、まあ、使うかどうかまだあれですが、そういうふうな流れのスキームではあるんですか。黒田総裁。にわかにお答えできないんですけども、やはり日本銀行に差し入れる担保には一定のその担保の基準がありますのでですね、なかなか個々のですね、住宅ローンというのは難しいような気がしますけれども、いずれにいたしましても使いやすいですね、特にその中小企業その他幅広くですね、こちら民間債権全体を相手にするということをしましたのでですね、中小企業を中心に、しかしまあもちろん家計にもですね、恩恵がいくようにですね、担保の範囲を大幅に拡大しましたので、そういう効果あると思いますけれども、個々のその住宅ローン債権を日銀の担保に入れるというのはなかなか、実はその住宅ローン信託のをその担保にするというのも実は最近始めたんですね。ですからにわかにはそのようにやりますとは言えませんけども、まあ、いずれにせよ幅広くですね、使われるように設計していきたいと思っております。大門美樹君。これからだと思うんですけれど、考え方としてはですね、個人の債権も担保として見るということは、そういうことにもつながるのかなと思いますし、そういう事態がね、起きないことを望みますけれど、そうなったときには、このスキームでね、日本銀行として、個人の、まあ、資金繰りじゃないですけどね、支援にも、ぜひ全力尽くしてほしいなと申し上げておきたいと思います。で、ただですね、この表でいくと一番下なんですけれど、まあ、上げたり下げたりして申し訳ないんですけど、やっぱりですね、国債を無制限に購入というのは新聞記事に躍りましたよね。で、私こう思うんですけど、前西田さんとの MMT の議論の時もそうですけどね、国民が目の前でですね、生きるか死ぬかって時に、まあ、政府はですね、借金してでも助けるのは当たり前だと思うんですよね。それが政治の役割だと思うんです。で、仮にその時に借金国債が増えてですね、金利が上がるという状況があれば、日本銀行が金利上がったらみんな大変になりますから、金利を上げないためにね、国債を支えると、これも非常時ではね、そういうことはあり得ると思うんですよね。だから今回の事態を批判してるわけじゃないんですけど、問題はですね、非常時でもないのに今まで、国債を爆買いしてですね、で掲げた物価上昇目標も達成できないしね、これまでの日銀の姿勢はやっぱり問われるべきだし、それがなかったらですね、もっと大胆なこと今ねやれたかもしれないなという点は厳しく指摘をさせてもらいたいと思いますけれど、この国債買い入れを無制限にやりますというのは、私ずっと日銀のことを見てきて思うんですけど、大体そもそも現行80兆というのがありますけど、そんな買ってないですよね、この間ね、減らしてね。で、その時にわざわざですね、で今回も新規国債の発行、まあ、これからちょっと増えたとしても、2、30兆のオーダーですよね、それを80兆の枠は あるのに、撤廃してもっと買いますという必然性がどこにあるのかと、わざわざ無制限という必要がね、今、どこにあるのかということは思ったんですけど、これは日銀の姿勢を示したかったんではないかなというとちょっと思うんですね、今までのパターンでいきますとね。で、ただ最近黒田さんがその思い切ったつもりでおっしゃっても、かつてのようなサプライズインパクトがなくてですね、もうすぐ忘れられちゃうと。だからこの言ったことだけ残ってですね、でこれは FRB が国債を限度なく買うと言いましたからね、そういうことの、まあ、向こうが言ったことも言わなきゃとかね、いろいろあったか分かりませんけれど、あまりこういうことを言う意味があるのかと、もっと地道にこの非常事態で日銀は中小企業支援にね、
どんとね、力を尽くしますということで十分じゃなかったのではないかというふうに思います。で、財政ファイナンス、記者会見で財政ファイナンスじゃないかとか質問されておられますけど、改めて財政ファイナンスの議論をする質問ないし、質問ありません、また同じ答弁だと思いますけど、一つ言えば、この間、議論されている MMT、なんかね、西田さんに聞きたいぐらいですけど、こう短期的な非常時の MMT みたいなね、発想で、やられてるとしたら、それちょっと危険じゃないかと私は思うんですけどね、だからあまり余計にこういうこと言わないで、中小企業支援全力ということだけを打ち出された方がよっぽどね、好感が持たれたんではないかということだけ指摘をさせていただきたいというふうに思います。で、最後に麻生大臣に、いずれにせよ日本銀行、これだけ踏み出していただいたんで、政府の施策とですね、日銀のこのスキームをもう最大限生かして、中小企業支援ですね、今、大変な状況になってますんで、急いでですね、全力を尽くすということと、新たなスキーム、いろいろですね、支援のために打ち出していただきたいと思いますけれど、いかがでしょうか。麻生財務大臣。今、日銀の話のこの 0.1 って話は、予算委員会で聞いた人一人もいらっしゃいませんしね、なかなか気がつかれないもんですけど、すごく僕はでかい話だなと、私も全く同じ意見です。そういった意味で、いわゆる金融機関の資金の、供給オペという話ですけれども、特別なオペレーションを創設されたということなんだと思いますけれども、いわゆる4月でしたかね、政策決定会合においても、これ、あれをか、なんていうかな、この本当の枠組みっていうのを拡大するということを言っておられますし、新たな金融機関に対して、なんか資金繰り支援というものを踏まえた金融機関への特に中小ということになりましょうか、新たな資金提供手段というのを決定を行うということを決められたということなので、私どもとしてはこれは極めて景気等々には大きな影響が出てくるので、これ意味が分かる人の方が少ないのかもしれませんけど、これ金融やってればこれはものすごく意味がでかい話だと思って、大変いいことだと思って、引き続き日銀と連絡を密にしてやってまいりたいと考えております。はい、はい、どうぞ。浜田